指原莉の1位、矢口真理。おぉ、出口予想。あら、1位今のところ。いやー、確かに強いよね、この矢口ちゃんは。今の矢口ちゃん強いよね。強いわ、はい。ちょうどいい時期でしょ、今、はい。逆にね。あの頃よりも。数ヶ月前より今の方がいいでしょ。そうですね。いいよ、すごいよ、今。今いいですよね。今がいいでしょ。はい、今、偶然。あったらなんかね。今どっかでね。ばったりでやれちゃうという可能性も。ね、可能性が高いんですよ。可能性あるよ。やぐっちゃ確かにそうだ。なるほどね。家計美和子入ってきたね。確かにあの子のなんか、あの感じ、はいはいはい、あの天然ぶりな感じ。はいはい、うん、あれもなんか断れなそうな子っぽくね、あれ。あれこそ俺番宣で一緒な時に、あ、やれるなと思ったんだよ。なんか、ね、確かね、バイキング一緒の時に一回番宣に来ましたね。ね、あの時俺もね、思ったんですよ。この子やれんじゃん。いや、思う。前から見てましたよね。うん、鳥目のせい、うん、はい、俺後ろから見てたんですよ。ああ、前後から見てもやれそうな感じなんですね、じゃあ。このクソメン二人がやれると思ったってことは、やっぱりクソメンが選ぶ妄想創作家ですから。でもこれ当たり前なんですね。うん、そもそもだって男女、ね、何人かで暮らす家が隠し撮りされてた子ですよ。そうだ、でもあれ、ね、はい、で、あれだ、あれ出身だ。はい、あれ出身の子。出身だからそうなんだよ、ね。やっちゃってんでしょ、あれ、やっぱり。やっちゃってんだ、ね、やっちゃってるんだよな。妄想できますよね、うん、あれやっちゃってんじゃないかな、そうですね。はぁ、そうなんだよ。断んなそうなんだよ。まあ、だからそういう意味で、この上位10にはまだこの妄想より、この実績がもの言ってるというかね。うん。まあ、実績ないですよね。実績じゃないですからね。やってんじゃないのかという。テラサンさんやってるって妄想だけでやってないですからね。あれやってないんですか？やってないですよ。あの、テレビ上はね。映画版はやってる。やってる。そういうんじゃない。映画版はやってるわけで人気が出たわけじゃないから。あ、そうなんですか、ね。そうそうそう。あ、やってないのか。確かに、なんか、押しに弱い感じがしてね。そう。本当に断られなそうな感じなの、うん。それこそ、小林さんの好きな AV のね、はい、女優さんで、うん、はい、結構この、押しに負けて AV になっちゃったって感じの子いるじゃないですか。これ実際いるらしいですからね。結構いっぱいね。結構いっぱいいるんですよ、それ。時代も変わってきたのか。うん。はい。だそのノリが、ね、感じがちょっとしますね。うん。人は良さそうだから。押しに弱そう。いい子だから。うん。どうですか、気になるとこありますか、ここで。そうですね。菊池亜美かなんか狙ってるはずですけど、今日あったら結構8キロ太ったなんつって。うん、そうなんですよ。俺も、2週間ぐらい前あって、うん、もう同級生のお母さんみたいな。なんか、ね、そうそう。太ってましたね。まあでも、うん、まあやれるんでしょうね、その方が。いいんだと思うんですよ。うん、はい、うん、そうね。仕上げてんだと思うんですよ。うんうんうん、うん。太ってるってことは。ちょっと太ってた方が、ね。ちょっと感動的になるじゃない。はい、そうそうそう。あの、やっぱ細いより。できる女性はね。うん。うん、で、手品優が3位まで入ってきてますね、今、この出口調査だと。ねえ、うん。やれるんでしょうけど。確か、うん、前かなんかで、牛角をおごれば、やるって約束してくれましたよね。ああ、ありましたね。はい。そうですね。あれから、まあ、たまに、うん、昼飯とかで牛角行くんですけど、うん、やっぱね、いるはずもないのに手品を探してしまう。山崎正義みたいな。山崎ワンボア。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。こちらね、あ、うん、これ見事やれるアイドルナンバーワン、はい、つまりやれるセンターに輝いた方には連絡を取ってこの名誉を報告させていただきます。はいはいはい、おお、去年間違って菊池亜美がなんかそうですね、1位じゃなかったですね、1位予想だったんですよ、もう勝手にもう硬いと思い込んで、そうそうそう、もう仕込んじゃったんですけどね、違ったんですね、うん、今年はね、まあ、そんなことないと思いますんで、はい、最後の最後までちゃんと聞いてくださいね、うん、はい、さあ、おメールが来ますよ、うん、東京都府中市ラジオネーム、はい、みだぎり城、うん、ついに妄想総選挙当日ですね、うん、明日会社の午前、
休みを取って今日に備えていますと、うん、そして午前休み取ってますそれぐらいで挑んでもらった方が本来いいですからね。そうだね、やっぱ生で聞かないといけませんからね、うん、はい、そうですね、こういった感じで聞いてますので、うん、それではね、うん、いよいよ、はい、選挙管理委員会が20名に絞りきれなかったというやれる総選挙の候補者、混戦、はい、これ発表していきたいと思いますよ、はい、じゃあ、はい、健康さんよろしくお願いします、はい、はい、おぎやはぎのメガネビーキをお聞きの全国のクソメン、クソガールの皆様、お待たせいたしました。これよりクソメンが選ぶ俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙2015、略してやれる総選挙、妄想総選挙管理委員会が頭を悩ませて選んだ候補者の皆様をご紹介いたします。やれる総選挙第1回第2回の覇者、そして先週行われた AKB 総選挙では史上最多得票数を獲得しての第1位、今すっごい機嫌いいだろうからやれるはずHKT48 指原莉乃。そうだね、いいんだ、今絶対いいね。アンジャッシュの渡部さんと仲がいいらしいのでうまいもの食べさせればやれるはず佐々木のぞみ。毒舌の人だがまず説教する、そしてその後ほったらかしたら 2,3 年後に向こうからこっちを探してきて会えさえすればやれるはず。誰のがれ当てにインスタグラムに乳首ぽっちり写真をアップするくらいだからやれるはず水原希子。ビールの売り子時代からかなり見た目を褒められてきたはずだが、バーで会った時に見た目ではなくビールをかなり売り上げたビジネスマンとしてアドバイスくださいと言えば、年に3回あるという神タイミングにたまたまぶつかってやれるはず小野ののか。部屋に押し入れさえあればきっとやれる矢口真理ハードルが抜群に低いですもんね、それ。今日はしまずはこちら6名ですが、解説の小林さんいかがでしょうか、はい、やっぱりこの矢口さんのこうね、やっぱりこうやれることセックスと収納が結びついてるっていうのは、うん、これ全く新しいジャンルですもんね。なるほど、だからみんなこの部屋内見するときあんな収納に女性こだわるのか収納収納言いますもんね。女性はもう収納が1位ですもんね、一番見る。我々が水回り見ようが何見ようが、そういう意味で見てんじゃないと思うんですけどね。でもそうなのかな、ヤグちゃんの場合は。ヤグちゃんの場合はやっぱね、幸いヤグちゃん小柄ですから、うん、あそっか、結構ね、はい、1.5 人分あればどこの収納でもいけるといういけるからね、はい、強そうですね。強いですね、そう考えると。これは強いぞ。これ部屋に押し入れさえあればきっとやれるですから、結構甘いですもんね。逆にこの肯定的にハードル